育成1位松井はやてさんエロアカイネ発覚。これは大物なるぞ。結構えぐいやつで草。流出系は草。実際に手を出してなければセーフだから。これは許してあげて。許すも何もむしろ男なら応援するやろ。松井はやて22歳、22年育成ドラフト1位、2軍戦7試合登板、150キロ超えるストレート。5月15日支配下契約を勝ち取る。支配下勝ち取ったことでエマル赤いいねがバレた男。これはかわいそう。ますます応援したくなる。割と生々しいやつなの。好感ある。これ見てみたけどかなり良かった。わかる、結構良質。松井ありがとな。 AV 選ぶセンスいいの草。投手と AV の二刀流クソおもろい。下の方も育成1位で草。中日石森もやってたよな。石森は無作為にいろんなのいいねしてたからダメ。期待の若手がどんどん出てくる。松井と石森仲良くなれそう。エマル赤いいねした選手のタオル買っていきます。石森はセンスないから嫌だ。石森はエマル動画好きそうな顔してるなんて思って単位好きやで。石森も松井も今の気持ちを忘れずに野球に取り込んでほしい。やりすぎは注意やで。まあ正直陰でこそこそやってる人より元を知った二人は好感度高すぎる。これから結果を出せば出すほどエマル赤いいねを蒸し返される。地獄道だけど応援してる。いつか石森と松井が投げ合うエマル赤いいね対決が実現するかもしれない。それは楽しみすぎる。この二人の対戦は大谷翔平とダルビッシュの投げ合い、波の価値がある対決やからな。絶対現地行きます。